ずっと携帯を持とうとしなかった父が、定年退職済み、家族で団らん中に、ぽつりとつぶやいた。お父さんも携帯持とうかな。おう、いいじゃん、持ちなよ。お父さんもそろそろ歳なんだし、持ってた方が安全だと思うよ。と兄弟全員、兄、姉、私で、ワイワイしてたら、母が、特大級の地雷を全力で踏み抜いた。あれ？でもお父さん、電話とかメールしたりするような友達いたっけ？兄、姉、私、マジで全員こんな顔になった。父、そういえばいなかった。兄、姉、私、ブワッ。その後、地雷を踏み抜いた罪悪感に、苛まれたらしい母を中心に、兄弟全員で、定年後の習い事とかのチラシをかき集め、全力で父に勧め、三つほど選んでもらって、そこに通ってもらうことに。今では、その三つで知り合ったお友達と、元気に携帯で連絡取り合ってます。わからないことがあるたびに、こんな顔で、これってどうやるんだ？と聞いてくる父にも、嫌そうな顔一つしないで、ニコニコ教えてあげる兄と姉にも、我が家族ながら和む。